こんにちは、ここはケルム火山です。貴様、何の冗談だ。死に損なっておかしくなったか。いやいや、幸いこの通り全力で普通でございますとも。さてさて、後ろの方々はご家族？確かに目元がそっくりですピョロよ。うわ、やっぱ全然話できないわ。あんたね、一回会ってるじゃん。ほら、西の戦場で。西ね、太陽が昇る方向じゃろう。とまあ、小粋なジョークタイムはここまでにしてだ。お前らの鼻に浮いた油を見ると一時欲求を満たしたくなったポン。さあ楽しもうぜ、エンジョイ。なんて下品な方、想像外ね。そこの娘さん、想像力が足りんな。そして一時欲求って何ですのって聞いてくれないと話が進まんぜ。正解は食欲と海水浴と殺人欲。そういうわけで全部満たしていいですか。いいですね。俺としたことが、以前こいつの脳天に弾をぶち込むのを忘れてしまっていた。今度は手抜かりないようにせんとな。さあ、そのよく動く口、永久に動かんようにしてくれる。いや、あ、こいつ間に入りよったで。キュピーン。強い、強いな。いいぜ、強いやつは好物だ。お前の血、血を吸い尽くしてやる。貴様のような下道の相手はいささか腹に持たれる。とっとと死ね。ユランダル、とどめだ。魂すら切り裂いて天聖の輪廻から外してくれる。抜かせ、てめえこそ真っ二つにしてやる。ゲイボルグ。どなた様？あ、ひょっとしてデュランダなんとかさん。君もバルカンの地に惹かれてきたんだろん。さすが古道廃道族同根だな。黙れ、耳が腐るぜ。俺を同族なんて呼ぶな。再会を喜ぶ俺でも、すぐに悲しみがやってくるのでした。なぜなら前世で敵同士殺し合う宿命なのです。宿命、そうだな。バルカンの後始末は息子の俺の宿命ってやつだ。そりゃあ、なんだっけ今のお前の名前。出来損ない、武器のくせに命のやり取りを楽しめないっていうのは立派な病気だな。魔装ゲイボルグ、俺がバルカンの名にかけて貴様をへし折ってやるぜ。こいつも転生者だなんて。ディカルド氏のおかげさまで俺は本当の自分に気がついたんだよ。渋川がペロリとめくれて大人になったってところさ。やっぱ俺が血を欲するのは理由があったってわけだ。その後もおかげさまでブタバルト氏にスカウトされ、毎日流血三昧でさ。ブタバルドってひょっとしてオズバルド？ブタバルド？いや、なんだかバルドだったような。ああ、まあ、そんなことは今度でいいや。とにかくだ、ほら
大地の声に耳を澄ませてみると聞こえてこないかい？お前らを殺せってな。もう貴様の話は聞き飽きた。なんかこいつしんどい。そうね、エル、相手しちゃダメよ。知性が低下しかねないから。スパーだ。さあやろう。ああ行こうぜ。さあ来いよ殺人鬼。俺たちを生み出したバルカにこの戦いを捧げようぜ。お前の死に様をな。行くんだプー。で、お前ら誰だっけ？アクアイアクアイアクアイおらよ。アチュー。どこりゃ。これでこいつとの縁もおしまいだ。リカルド、とどめを頼む。仰せつかった。では動くなよ。よし、聞くんだ良い子たち、こういうのはどうだろう。俺の命を助けて仲間に加えるという案は、はあ、今時感たっぷりな展開じゃないか。やって！イディア、あなたも変になっちゃったの？こいつの近くにおったら
頭の中汚染されんのとちゃう？はよ駆除せえへんと。君の案、女性陣は否決しているよ。きっと却下されるね。おいおい、俺の脳内会議では過半数で可決なんだぜ。矛盾矛盾、大いなる矛盾だ。俺を許すとあれよ、甘い汁吸い放題だよ、社長さん。甘いのなしかし、コーダは甘いの好きだぞ。だろ、君の飼い主たちは甘味の素敵さを知らないんだ。説得してもらえないかい。ネズミに何を吹き込んでんのよ。もう待てない、引き金なら私が引く。ああ、好きにしろ。よし、案その3だ。ん？その2はどうしたっけ？いや、そんなのどうでもいい。この情報を聞けば考えはコロリと変わる。山の天気のように。イリア、リカルド、弾は入ってるか？万全だ。持ちよ。またまた言うから、言うからさ。坊や、ちょっくら耳貸して、返すから。え、僕。ほら聞いてくれ、肉に刃が食い込む音を。しまった。あの野郎、ルカ君しっかり。俺の次の登場はもっと後だ。そして楽しみは後々まで取っておく、そういう子なんだよ俺は。忘れないでくれよ平明、また面白おかしく血祭りにあげて差し上げるですよ。ああ、知らん知らん、そんなんどうでもええねん。ルカ兄ちゃん大丈夫か？これはひどい。応急処置を早く町に運ぼうよ。俺のせいだ。とっととどめを刺しておけばルカはこんな目に。メルフォルマ、後悔など後でしろ。担架を組む、手伝え。アニーミは大きな布を用意しろ。セレーナはそのまま応急処置。ラルモとコーダは邪魔をするな。わかった、ルカは絶対助ける。当然だ、ほら火を探せ。創勢力の守り手、ケルベロス。ワンワン、待ってたわ。そろそろ来る、思ったわ。天上統一、それがお前の課した試練だったな。では、いただいていこうか。ワン、渡す、少し惜しい、ワン。なんだと？俺にはまだふさわしくない、そう言いたいのか？違うわ、創生力は噛み心地いいわ、じゃれる、楽しいわ。知ったことか。置くことあるわよ。使い方知ってるわん。使い方だと？そうわん、以前にも言ったけど、大いなる巨人の意志が創生力に込められているわん。献身と信頼、その証を立てよ。
さすれば我は振るわれんという言葉伝わってるわん。意思に沿わない、いけないことわん。まあよい、とりあえずいただいていく約束だ。ワンワン、口が寂しいワン。とうとう手に入れた。これで新たな世界が作られる。世界を作る、本当に。何者も犠牲としない世界の正しい姿、この力で作り変えることができる。世界を滅ぼすのではなく、世界を作る力は凄まじい。扱いを誤れば世界そのものを崩壊させてしまうかもしれん。崩壊するよ、崩壊。世界を作る、新たな素晴らしい世界を。崩壊する。ルカ起きろ。ルカ、ルカ。ルカ、起きたか。よかった。あいたたたたたたた。ほらスパーダ君、ルカ君が痛がってるでしょ。怪我人には優しくね。目が覚めた？ルカ君、さっきうなされてたのよ。つい大声で呼びかけちまったけど、うるさかったか？おかげで目が覚めたよ。どれぐらい眠ってたの？丸3日。本当死んじゃうかと思ってた。よかった。ああ、マジよかった。生きててくれてありがとう。こらスパーダ君、いいよこのままで。ちょっと痛いけど。ああすまねえ。心配かけてごめん。前世から迷惑の賭け同士だね。前世そんなの関係ねえよ。お前がただ目を開けてくれただけでもう嬉しくて。こんなこと言われたの初めてだ。これが友達の温かさか。前世の縁とは違うつながりだ。うわあ、やっぱ嬉しいわ。もう一回ハグしていいか？ダメよ。じゃあアンジュにハグを。ダメ。起きたんだな。しかしおたんこルカ。ルカ兄ちゃん。やあ、おはよう。何が、やあ、おはようよ。もう昼過ぎだっての。ほんとに乗るまでバカね、あんたって。もういいリア、そんな口の聞き方。もうあんたの間抜け面見たらこっちも眠くなってきた。ちょっと休むからね、もう。なあなあ、これ内緒やで。何？イリア姉ちゃん泣いとってん、ずーっと。兄ちゃんが寝てる時も、目覚ました声聞こえた時も、せやから堪忍したってな。うん、怒ってないよ。あれでこそイリアだ。あとな、うち仲へんかったで。えらい？うちまで泣いたらみんな困りよるやろ。うん、
偉い偉い。兄ちゃん、起きてくれてありがとうな。起きたのか、ちょうどいい。ガルポス行きのチケットを手配できたところだ。ルカ君が目を覚まさなければ置いていくつもりだったのですか？俺が抱えてでも連れて行くつもりだったさ。今回を逃せば船はいつ出るかわからないような状態だしな。じゃあ準備しなきゃ。大丈夫？ルカ君、さっきもうなされてたでしょ。よく眠れてないんじゃない？うん、実は前世の夢を見てたんだ。創生力には原始の巨人の意志が込められているらしい。どういうこと？詳しくはわからない。でも創生に使う力ってのは本当っぽかったよ。問題はなぜその力を使って魔王は天井を崩壊させたのか、だけどね。やっぱ、私、体調が良くないみたい。じゃあ、横になる？ベッドを用意するけど。でも、出る準備しないとダメなんでしょ？船でゆっくり寝る。船酔いしないといいけどな。まだまだ思い出せていない事実がありそうだな。とにかくガルポスに向かおう。魔王、なぜ創生力は魔王の手に渡ったんだろう。魔王と僕の関係ってなんだ。まあいいか、また考えよう。